はい、どうもリトです。さあ、ミノカモトンジェル2日間がね、無事終わりました。まあ率直な感想を言うと、めちゃくちゃ疲れました。でも来ていただいた方、本当にありがとうございます。まあぶっちゃけると、この2日開催は多分ね、もうやらないと思います。はい、まあ、もしかしたらやることもあるかもしれないんですけども、僕のね、体力的な問題とか、労働のね、大変さとかでもうやらない可能性が高い、2日連続開催はですね。うん、だからもしね、月に2回やるってなったら、2日連続ではなくて日を分けた方がね、いいです。はい、月に2回、2週間に1回みたいなペースの方がまだいいかなっていう感じですそうなんですよ、なんか本当に結構大変で、まあ、仕込む量もね、2日連続っていうこと、まあ一気にバーってやって、一気にバーって切って、で2日目に開催する分の食材は冷凍させるんですよ。食材冷凍させると結構ね、旨味も凝縮するので、あれ冷凍させる。で、その仕込みをね、2日目の仕込みを営業時間中にやるっていうのも、うん、結構大変で、うん、大変でしたはい、なんでもうちょっと2日連続開催は難しいなという結論に至りました。うん、あとまあお客様もね、分散はね、やっぱりするなと思いまして、うん、たくさんの方に来ていただく利益をね、まあやっぱ僕もね、利益を上げないと次のステップに進めないので、利益を上げるってなると、もう日をね、分けた方が、大きく分けた方がいいなと思いました。はい、というね、まあ、結構まあこういうのってやってみないとわからないことも多いので、まあ実際やってみてどうなんだろう、まあたまたま僕3連休だったので、だったらミノカモトンジェル2日連続開催やってみようと思ってね、勢いでやってみたんですけどやっぱ大変でしたし、うん、すごくね、いい勉強になりました。やっぱ実践はね、本当に学ぶことが多い。うん、やっぱりこう数字としてね、いろいろ分かったこともあったので、まあそういったお客様が分散するとか、うん、あと大変とか、仕込みがすごく大変だったっていうまあやる前からなんとなく分かったこともあるんですけど、実際にやってみて本当に大変だったっていうね、ことも分かったのでね、まあ今後もしかしたら月に2回とかね、やることもあるかもしれないです。まあその時はね、またね、お待ちしております。2日連続はもしかしたらないです。もしかしたらね、もしかしたらあるかもしれないんですけども、今のところないです。はい、でまあ、そういえば僕、名刺をプレゼントするっていうイベントね、これあんまり情報しっかり出てないのでね、知らない方もいると思うんですけども、ミノカモトンジェル10回来られた方に僕の名刺をね、プレゼントするっていうのをやってるんですよ。ただこれどうなんだろう、ちょっとね分かりやすくシール10枚集めた方にプレゼントの方がなんかいいのかなと思いつつ、でもね、いやだったらシール取っとけばよかったよって、もう捨てたよっていう方もいらっしゃると思いますので、まあとりあえずね、10回の来店で名刺をプレゼントにします。でその後はね、もしかしたらシールを、10枚集めたら名刺を1つプレゼントとかにもなるかもしれないです。うん、そうなるかもしれないなので、うん、まあぜひね、シールはね、集めてください集めて持っといてください。でとりあえず、まあ、今回カウントどうなるかっていうと、5回目の開催なんですけど、2日連続なので、まあ2日間来られた方は2回カウントしても大丈夫です。なんでミノカモトンジェル全部解禁賞の方はこれで6回来店になるっていうことですね。なのであと4回来店したら、
僕の名刺をプレゼント。はい。そこからもしかしたら、シール10枚集めたら、プレゼントになるかもしれないんですけど、まあ、本当は予定は未定ということで、またちょっと考えつつやっていきます。はい。今日はそんな感じ。もう今日は寝ます。おやすみなさい。